マイケル・ルーベンス・ブルームバーグとは、アメリカ合衆国の政治家、実業家、大手情報サービス会社のブルームバーグの創業者で、第108代ニューヨーク市長、風神前大使である。1942年2月14日に、マサチューセッツ州ボストンに誕生する。両親はポーランドからのアシュケナジム系ユダヤ人移民。1964年に、 ジョンズ・ホプキンス大学電気工学科を卒業し、ハーバードビジネススクールで経営管理学習志望を取得した。その後は、証券会社大手のソロモンブラザーズに勤務し、同社共同経営者に上り詰めたが、同社が商品取引会社フィブロに買収されたのに、前後して退社。1981年に通信会社ブルームバーグを設立し、ウォール街の企業へ、 金融情報端末を販売して巨万の富を築き上げた。世界でも有数の大富豪であり、ホーブス氏による2018年世界長者番付では508億ドルで11位にランクされている。2001年にそれまで所属していた民主党を離党し共和党に入党する。アメリカ同時多発テロの衝撃が冷めやらぬ2001年の秋にルドルフ・ジュリアーニの公認を選出する。 ニューヨーク市長選挙に共和党から立候補し、周囲を驚かせた。民主党から出馬したマーク・グリーン市政監督官の優勢が伝えられる中、有力な候補を擁立できなかった共和党に豪を煮やしての出馬だったが、事実上の戦時下にあって事態の収拾に奔走したジュリアーニ前市長への高い評価を追い風に50%の得票率でニューヨーク市長に選出され、 2002年1月1日にニューヨーク市長に就任。2005年のニューヨーク市長選挙では超党派の幅広い支持を受け、得票率で民主党候補に20ポイントもの差をつけて再選を果たした。有権者の大多数が民主党員であるニューヨーク市において、共和党員の市長自体が稀である中で、過去最高の地滑り的な対象を果たした。2007年に共和党を離党し、 以後は、無所属で活動する意向を表明。2008年10月23日に、ニューヨーク市議会が、市長の参戦禁止規定を撤廃する議案を可決した。11月3日に、ブルームバーグ市長が署名して発行し、自らの参戦に向けた道筋をつける。市長の参戦禁止規定の撤廃には反対意見も強く、 連邦裁判所への提訴や州法による規制を求める衆議会への請願が行われたが、いずれも不守備に終わった。2009年4月5日に無所属党からの推薦を取り付ける。同年11月のニューヨーク市長選挙では、共和党も引き続き、ブルームバーグを支持し、民主党から出馬したニューヨーク市監査役のウィリアム・トンプソンを破り参戦。2010年に、 ニューヨーク市民を対象にした人気調査で過去30年間の歴代市長のトップに輝いた。2013年12月31日、人気満了で退任した。2014年1月に国際連合の半期分事務総長より都市、気候変動担当の国連特使に任命される。2014年、通信会社ブルームバーグに CEO として復帰した。 2016年に2016年アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を検討していることが明らかになるも出馬見送りを表明する。2018年5月に世界経済フォーラムに対抗してヘンリー・キッシンジャー、ヘンリー・ポールソン、ビル・ゲイツら著名人ともにニューエコノミックフォーラムを中国で開催することを発表するも同年8月に米中貿易戦争の影響で 会場はシンガポールになった。2018年10月に民主党員としての登録を行い、2001年以来となる民主党への復帰を果たした。2019年3月、2020年、アメリカ合衆国大統領選挙への不出馬を表明するも、同年11月、出馬を再検討していることを示唆。同年11月24日、 民主党候補指名争いに出馬を正式表明した。民主党候補の指名争いに参加する者としては18人目。指名争いの戦いも終盤戦で撤退が相次ぐ中での表明となった。2020年1月6日にブルームバーグの選挙対策事務所は同年3月3日のスーパーチューズデーに向けた巻き返しを行うために全国で 約800人のスタッフを採用したことを明らかにした。これは、ライバルのジョー・バイデン陣営のスタッフ数の倍に当たる規模となっている。しかしながら、支持率は伸び悩み、同月に行われた CNN の世論調査では、支持率は、わずか7%と、バーニー・サンダースの27%、ジョー・バイデンの24%に大差をつけられていた。スーパー・チューズデーでは、 アメリカ領サモアでの一生にとどまり、3月4日に大統領選挙から撤退し、バイデンを支持すると表明した。ありがとうございます。